衆院選について、前回3年前の投票率を見てみると、青森県が 52.93% と、全国平均を 3% 下回っています。こうした中、県内の飲食店などでは、投票率向上に向けた取り組みが行われています。訪れたのは、青森市のラーメン店。美味しい。こちらの店では投票日に投票済み証を持ってラーメンを注文するとお得なサービスが受けられる選挙割を行っているんです。中華そば北倉では2年前から選挙割を始めています。期日前投票や投票日に投票した際、係の人に申し出ることでもらえる投票済み証、これを持って投開票日にラーメンを注文すると投票済み証と引き換えで次回使える中華そばかつおかかつおつけ麺の無料券がもらえるというサービスです。地元に恩返しがしたいと始めた選挙割、その反響は。若い人とかも結構その投票行ったよっていう人も、これきっかけに行ったよっていう人も増えてきたので、あ、やっててよかったなっていうのはすごい感じてますね。去年の知事選では300人ほどが選挙割を利用したそうです。一方で心ない声も。結構言われるんですよ。売名でしょうとか、だからな、そういうつもりじゃないんだけどなっては、思うんですけどね、あとなんかほらお金もらってやってるのとか。それでも選挙割を続ける理由は、やっぱりこの先の未来のことも考えて、この地域がちょっとでも良くなるお手伝いができればなっていうふうに思ってますので、どうしてもこう投票日だけ1日にはなるんですけど、もうちょっとでもこう興味持って選挙行ってもらえればなっていうふうに思ってます。ちなみに今回の衆院選で青森市は市の観光キャラクターねぶたんをデザインした投票済証を作成しました。投票済証を希望する有権者と保護者と一緒に投票に訪れた選挙権のない子どもが対象です。こちらしおり様式になっていますし、今後の選挙で他のキャラクターも登場する予定ということですから、こう記念に集めるというのも良さそうですね。そうですよね。こういった取り組みが投票率向上につながることを期待しましょう。